アロハ、こんにちは。DJ ソアライズメロージャム TV ファイナルファンタジーレコードキーパーやっていきたいと思います。はい、来ました。6イベントですね。リベンジイベント、司会になんとかす伝説の竜たち、行きましょうか。あ、なんか出ちゃった。はい、行きましょうか。じゃあまあ、多分強くないでしょ。そのまま行っちゃいます。はい、180前ね。 OKOK、 弱点だけ。はい、 OK。炎が弱点じゃなければいいです。前回やったね、あのファイナルファンタジー6の全く同じメンバーです。ああ、これ竜たちの戦いのね。いいね、黄色いのいたね。雷っすよね。恐竜ですもんね。竜っていうかもう恐竜ですもんこれ恐竜じゃないですか。イエロードラゴンって恐竜だからな。どうしぶんどる。あ、もう気合いしちゃった。まあ、弱いでしょ。ウォーターじゃ。まあ、閉鎖かけんの忘れちゃった。リルムちゃん。いいね。シャキン。いいね。もう、あ、もう次から覚醒奥義使ってこう。あ、でも一旦で終わるか。いいですね。チェインいいですよね。チェイン欲しいな。まあ、今のなんかあれですよね、チェインがゲットできる旧チェイン、まあ、新チェインも混ざってますけど、まあ、あれで僕一回引いてアルフィノアゲットしたんですけど、動画見てくれた人ありがとうございます。なんだろうな、シリーズチェイン、シリーズチェインはまだ出ないか。いずれ出てくるのかな、ああいう形で。てかあれにラインナップに追加されるとかなのかな、リニューアルみたいな。その時はね、全部やって引いとけってことなのかな。キューチェインぐらい持ってろよって話か。そっか。えい、炎来た。燃やしてやるぜ。新壁の上位版みたいなの出てきたらいいよな、覚醒奥義で。おう、スタミナ薬使っちゃいます。いいね、使ってく使ってく。いやー、ゴールデンウィークの時のあの、なんだろう、決勝回る時、スタミナ薬全部使い切ろうと思ったのに間に合わなかったです。まあ、やっていきましょう。ソウルマン壁どうだろう、もう使っちゃう。あー、こいつに炎を持たせるの忘れちゃった。ボルディック食らうの？全然食らうね、全然食らうね。デッサンな、デッサンもっと技いっぱい、主人公なんだからいっぱい出てもいいですよね。もう各ジョブの超絶、各ジョブのバースト、魔法物理、あれ出てほしいっすよね。そしたらもう全然違うでしょう。もう弟子の弟子使いが増えるでしょう。でその習得する技によって、なんだろう、ステータスアップ。で弟子スピード遅いんだよな。もうフラグメントもね、星6出てくるでしょう。弟子スピードなんとかしてほしいっすね。はーい、 OK。弟子何気に僕超絶4つ持ちなんですよね。覚醒も持ってるんですよね。あれ、またイエロードラゴン、またまたすか、またすか。イエローちゃんもう一回やっちゃう。まあいいよ、何度も戦ってやるよ。てかあのエネツ、バハムート、バハムートみたいなあのドラゴンだったけど、それ出てこないのかな。イエローちゃん、いっちゃう。はい、どうし分取るよ。リルムも結構スピード速いね。あ、全然余裕じゃん。グリーンの使っちゃう。さあどうなるでしょう。お、かっこいいプラズマ。これ青魔法でありましたっけ。似たようなのあ、ないか。
青魔法、あ、そう、青魔法ない、あってもいいんじゃないですか。青魔法なんか好きなのあったら、それこそなんだろう、あ、でもエルニーニョとかもそれもそうか、石つぶてとか、なんでも使ってなかったからな、実際ストラボスそこまで使ってなかったからな。青魔法あるやん、青魔法。お、お、いいねいいね、効くね効くね、おーおーおー、いいねいいね、 GG、 ナイス。実はですね、僕ファイナルファンタジーレコードキーパーやってて、グロエッカー初期ずっと使ってなくて試したんですよ。なんか結構エリクサー、ラストエリクサー使わないみたいな感じのその病気です。でスタメンでも全くないのに、全く関係ないのにストラゴスが一番最初にレベル99になりました。その時にグロエッグ使ったのかな。なんかその習得した時にあのマテリアで魔法攻撃全体攻撃できるみたいな、そんなようなの習得するからやったんですよね。僕ビビちゃんずっと使ってたんで、ビビちゃん使いだったんで、ノーマルダンジョンクリアするのが大変で、あの通常攻撃弱いじゃないですか。あ、ティラノサウルス来た、アースドラゴンだったんで、あれなんですよね、ビビちゃんにそのマテリアを持たせたいからストラゴスをレベル99にしたみたいなのありましたね。ちょうどその頃死んだ100人切りみたいなのやってて、全然僕のパーティー弱くて全然ダメだったんですよね、正直。あ、この音楽いいっすね。あれなんかいいな、オークションみたいなやるときこれじゃなかったでしたっけ、カッパとかチョコボの、カッパじゃないか、チョコボのなんかおもちゃみたいなの出てましたよね。あれ欲しかったな、金持ち、金持ち親子が、あれもう、あ、やべ、新壁装備するの忘れてた、やべやべ。しかもリルムに天雷、天雷みたいなの使っちゃった、これ倒せんのかな、新壁なしで。せめてこれやるのあれでしょう。あれでしょう、なんだ、あ、でも風浴びじゃないと、風浴びだと、おい、4万食らってる。メルトン持たせたら効いたのかな。まあいいでしょう、ティナちゃんがもう2ターンで、2ターン目で倒してくれるでしょう、バイジャーで。あ、もう半分以上削ってる。まあエルニーニョ弱点だからいけるっしょ。まあ大ダメージ食らっ、あー、全然食らわないね。オッケーオッケーオッケー、ビビるほどのあれじゃなかった。難易度200ぐらいですもんね。いや、全然問題ないですね。オッケー、はい、あ、乾燥しない、あー、 GG もっと頑張りましょう。ソルバン、いいね、ティナちゃんで飛ぶ。お、なになになに、ミスって、あれ、なんか止まってる、遅い、ヘイスがかけてないからだ、ヘイスがかけてない。ティナちゃんでとどめさせたい、ティナちゃんでとどめ、おお、反射で殺した。ストラゴスよくやった。まあ壁使わなくても全然余裕ってことですね。アーストラゴンか、このオペラのところにいたっけ。オッケーです、何がもらえるのかな、闇、力、炎、風、いいね、あざす、あざすです。そんな感じで今回無事ファイナルファンタジー6イベ終了ですかね、無事クリアできました。あ、これか、こいつが、あれ、でも全然このドラゴン水のやつも出てこなかったし、こいつは出てきてなかったな、そういえば。このサムネ見て、このバナーみたいなやつの、まあいいでしょう、いつでもドラゴン戦ってやるぜって感じで。まあリベンジイベントか、リベンジで行ったら旧ナイトメアやりたいですね。あの終了する時僕全然倒せなかったんでね、雑魚キャラが強えっていうね、まず。はい、ちょっと旧ナイトメアやりたいな、期間限定お願いします。次のは何だろう、周年とき、周年か、周年、
周年ってないつだ、周年来ますよね、そん時とかに。周年は9月か、なんか楽しみにしてます。なんだろう、覚醒奥義なんかもらえたりするのかな、楽しみにしてます。まあそんな感じで6ね、もっと強化していきたいですが、今回メロジャム TV これで終了です。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。